大阪桐蔭カープの第6回戦の本日先発が予定されています両チームのラインナップ並びに審判と公式記録員をお知らせいたします。先攻の広島桐蔭カープ、1番にセカンド菊池、1番にセカンド菊池背番号33、2番サード初期、2番サード初期背番号69、3番ライト鈴木、3番ライト鈴木背番号4番センター西川、4番センター西川背番号63、5番レフト長野、5番レフト長野背番号5、6番キャッチャー磯村、6番キャッチャー磯村背番号40、7番ファースト黒野、7番ファースト黒野背番号10、8番ショート小園、8番ショート小園背番号51、9番ピッチャー野村、9番ピッチャー野村背番号19。広島東洋カープの監督は笹岡慎二、監督笹岡慎二背番号88。代わりまして、高校読売ジャイアンツのスターティングラインナップをお知らせいたします。共に一致を。9番ピッチャー今村背番号20。
そして読売ジャイアンツを率いるのは監督原辰徳。監督原辰徳、背番号82。この試合の審判は球審菊池、球審菊池、塁審一塁秋村、一塁秋村、二塁原、二塁原、三塁西本、三塁西本、公式記録員西畑、公式記録員は西原でございます。